はい、今日も6000メートルをしています。酸素の濃度が61、まあ、入ったばっかです。6000メートルです。これからですね、またトレーニングを続けるんですけど、まあやっぱり6000メートル入るとすぐドーンときますね。不自由な時に書く、もともと書いてあります、不自由調査。ここに記録を書いていこうと思います。現在6000です。6000は6000はやっぱり辛いな。いつでもクラクラだ。いつでもクラクラ。この踏み台昇降が辛いんですよ。すぐね、下がるんだよね。くそ。うわ。すんげえフラフラになるんだよね。すぐ38度動くと、いけんのかこれ。38度とクラクラ。不自由ですな、これ不自由帳書かねえと。38だと動くとクラクラ、クレパスに落っこちるかも。動けなくはない、ただクレバスに落ちるかも。やべ、失ったな。20までいってる。19だって。18、17、18、17、16だよ。もう16、19、今28。低いっすかね。普通に喋ってて30です。そう、これって落ちたってことなんですか。眠かったのかな。昨日は結構まあまあ寝た。前は実は来た時4時間ぐらいだったんですね。3、4時間だったんで、昨日は5時間ぐらい、6時間は寝たな。程よく
こうやってゆっくりしてるんだったら程よく気持ちいいんですけどね。動かさないと上に行けないですからね。そうです、顔ですね。また15になりましたね。多分見たら、今日の見たら分かると思うんですけど、もしかしたら結構こうしてる分にはまだポワーンとして、あと、そうか、8分か。はい、だったらちょっとやんないと。はい、はい、動けない。山登りできるんかな。山登りになってないわこれ本当。進めね、全然進めない。これ山だったら全く進めてないよ。どうすればいいな。瞳孔が開いてくる気がするんですよね。でも止まってるから49ぐらいになってくるけど、ほんと動いちゃうと15ぐらいまで下がるな。やばいな。ちょっとした動きだけでやばい。くそった。慣れるもんじゃないのかなこれ。くそ。くそ。ああこれやばいな本当。何歩か行ったらもうやばい。どういうトレーニングをすればいいんだ、全然わかんない。すごいですね。この高さだともう29だよ。またクソだな。今日15ぐらいまで行きましたね。この高さだ全然なんていうんですかね。今日よし、自分はもうどっちかっていうとなんていうかな、運動する格好じゃないですよね。運動する格好じゃないんですけど、 6000m だと全然汗かくぐらいまで動けない。もう多分10歩行ってぜいぜい。これ俺8000いけんのかな。よく聞いてたんですよ、10歩行ってぜいぜい、10歩行ってぜいぜいって。 8000m のエベレストだと止まっちゃうって本当かよと思ってたんですけどね。もう本当ですね。6000でこれですよ。どうすりゃいいんだ。なんとしてでも登らないと。気合なのかどうなんだ、それとも体力なのか、それとも何なんだ。高山病、これでも言ってます。とにかく怖いのが高山病。くっそー、頭痛くなる。くそ。ほんとすぐ来る。こ
こんな、よく行けねえよ。ほんと不自由だな、6000m だと全然動けん。くっそ、すぐ30だ。くっそ、すぐ30になる。全然前に進めない、これじゃ全然これじゃ前に進めない。ああ腹減ったな。高所で万全の体重で登れることなどかえってありえない。今足、あ、もうすぐ戻った、すぐ戻りましたよ。あんなに15ぐらいになってたのに。これ一番新しいやつだって。 Bluetooth で飛ぶ。ほんとだ、 Bluetooth マーク。え、どういうことですか。このアプリなんですよ。2000、あ、これ買おう。じゃあで、あ、どの時にどうだったかっていうのが記録取れるってことですか。そうです、そうです。うわー、ちょっと待ったな、これ上が脈拍で、下が酸素飽和度で、あー、Bluetoothで飛ぶこれ、はい、その記録も取れるんですか。記録をピッてやるじゃないですか。ピッてやって、で、測定終了するとこんな感じでずっと今までの私自身ですけど。すごい。データが、はい、紙じゃなくても残るわけだ。うん、まあ、あの受信と押した時だけなんですけど、記録と押した時だけなんでずーっと残んないですけど。そっか。今15ぐらいから一気に酸素が入ったんで頭が痛いですね。やっぱそういう感じなんですかね、この頭の痛さっていうのは。一気に血流が来るから頭が痛くなるんですかね。うわ、また来た。そうですね、今98ですもんね。ガンガン入ってる酸素。ふぅ、やばい。寝てた時14、寝てたっていうか落ちた時14、歴代ナンバーワンぐらいかもしれない。不自由帳になんか書かないと。今日か、今日何日でしたっけ。11月、12、14ちょっと待って、レバーを食べないといけないんで、レバーを。ありがとうございます。